どうも、一分霊能探偵中田城です。私ね、どんな複雑怪奇な事件も、一分以内にスピード解決、したがって動画もね、一分以内に強制終了いたします。はい。私ね、皆様から敬意を込めて、中田氏と呼ばれています。はい。私を見かけたらね、いい声で、中田氏最高っつね、中田氏は最高っつ、中田氏最高っつってくださいね。腹から声出して、腹から。中田氏最高っつってね、はい。あ、そんな感じでね、素晴らしきは城中田なんだけどね。はい。私ね、不思議な力、オーラパワー、オーラパワー力持ってるんで、その辺のね、一般ピープルにはない不思議な力をね、持ってますんでね。その辺の一般ピープルとは、一緒にしないでください。一味も二味も違うんでね。はい。今日はね、何を起こすのかっていうと、ネットにいるね、悪魔たちですね。はい。女性 YouTuber のコメ欄ですげえ気になるんだけどさ、ラブレターコメントを書くやついるんだよね。長文の。ラブレターコメント。あれ見て思うんだけどさ、もう実質上なんだろう、求愛求婚レベル求愛求婚レベルの、プロポーズレベルの長文ラブレターコメントをね、まあ、するやつがいるんだけど、ちょっと言いたいんだけどさ、まあ、それが仮に俺みたいに動画を出してる YouTuber とかだったらまだわかるんだけど、顔を出してるからね。顔出しも動画も出さないでさ、のっぺらぼう状態でさ、求婚してさ、求愛してさ、思い通ると思ってんの。せめてさ、一個ぐらい動画出せよっていう、顔見せろよっていう。顔見せた上で、求婚求愛するよっていう。ほんとね、すんげえの見ちゃったの最近。ほんと長文の、求婚求愛、ラブレターコメント。もうラブレターだよ、ほんとに。完全なラブレター。で、別に、このアカウントはのっぺらぼうだよ。動画もなんもないのよ。なんもない。アカウント、動画も何もない。本人の顔もわかんないのっぺらぼうチャンネルで、めっちゃ求愛してんのよ。求婚してんのよ。プロポーズしてんのよ。誰が結ばれるんだよ、そんなんで。だから、そんなこともわかんないから、まあ、そんなことやってるんだろうな。マジでそんなことやってねえでね、男磨いた方がいいよ。男磨いて、リアルで、彼女を作った方がいいよ。あれ、マジでちょっと気持ち悪いわ、あれ。マジで、ネット界の悪魔だね。はい、そんな感じだね。白の中田でした。じゃあな。